お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感つくば中央店の富山と申します。よろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに基づいて営業を続けておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもご来店のご予約をお願いしております。よろしくお願いいたします。またご来店が難しいお客様、オンライン商談システムというものを、ご用意しておりますので、パソコン、スマートフォン、タブレットから、お気軽に、ご利用いただけますので、遠方の方でもご商談させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では本日ご紹介するのがこちらの2台でございます。ハリアとヤリスクロスでございます。でこちら2台は、私たち 100% 新車館つくば中央店展示車としてご用意しているものになります。でこちらの2台が、コンパクト SUV という形で新しく出ましたヤリスクロスと、こちらも新型となりましてマイナー、フルモデルチェンジが入りましたハリアですね。こちらの、ワンランク上の SUV、まあ、比べるのがまた、面白いかなと思ってご案内しますけど、まあ、サイズ感は全くもう違うものです。もう車も全く違うものではありますので、ただですね1個したコンパクト SUV のこの価格でこの装備、ワンランク上に上がってこの価格でこの装備、こちらをしっかり比べていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で本日はヤリスクロス先にご案内したいと思います。じゃあヤリスクロスです。こちら単体でもご紹介しておりますが、こちらはヤリスクロスのグレードが Z ですね、ご用意してます。でガソリン車ですね。でガソリン車に、こちらは全方位カメラとあとはルーフレールというものがついたようなもので装備をしてご紹介しております。お色はブラックマイカでございます。黒ですね。こう今日が当たりますと結構キラッキラキラッキラしてますよ。かなりいい黒ですね。で、LED のヘッドライトはもちろんですけど、こちらの、ソナーもしっかりついてますね。4箇所前ついてて、全方位カメラのフロントカメラっていうのが装備で見えるところですね。で横から見ていただいて、で、今ハリアーと鼻で合わせて止めてますけど、こんな感じですね。で鼻で合わせてます。で、ここで、車格の差がやっぱり出てくるかなと思います。ちょっと横にまた来ていただいて、ちょっとここら辺がいいですかね。まあ、分かりやすいと思います。やっぱりこれくらいハリアーの方が大きいっていうのが分かると思います。ハリアーは、474cm もありますね。大きいです。もうセダンですね。 4.8 とか 4.9 とか来るもうセダンですね。もうそれくらい大きい SUV です。長さがありますね。アリスクロスはですね、だいたい 4.2 ないくらい、418とかですので、まあこれくらいの差が要はかなり出てきます。で、高さも、見えると思うんですけど、高さはですね、そんなでもないですね。高さは、ハリアの方がでも166センチあるということで、若干やっぱり近づいてみると、このオプションのルーフレールはありますけどね、差があるのではないかなと。前高だと166センチハリアがあると。ヤリスクロスはその分ちょっと小さくなってて159センチでできております。この差がありますね。でここから斜めに見ていただくと分かります。タイヤですね。タイヤはどちらももう大きいですね。ハリアは19インチですけど、ヤリスクロスはですね、結構かっこいいデザインしてますよ。Z、こちらですね。これでも18インチあるんですよ。18インチもあります。結構かっこいいデザインですね。で後ろに回ってきまして、ヤリスクロスの背面、
もうここ、ここは開くんですけど、あのこのライトもつながってますからね、結構かっこよくできてます。後ろ見ていただくと、見ごろとしてはハリアーと似てる感じはありますね。エンブレムの位置だったり、ライトの作りだったり、下のバンパー部分は大きいですけどね、ヤリスクロスの方が。で、ソナーの位置はですね、ちょっと分かりにくい感じで、あの綺麗についてますね。そちらハリアーもしっかりついてますけど、ソナーはここに埋め込まれてますね。で、今度はラゲッジをちょっと開けてみますけど、ヤリスクロスは広いですよ。あのこのサイズながら、あのこの広さあります。で、ご紹介したこともありますけど、真ん中が倒れますんでね、あの長物でもしっかりしまうことができます。で、今これ下にしてますけど、このボードがなんと分かれます。これが2つに分かれますと。で、あの置き方さえ工夫していくとすれば、こんな風に段差で物が高いものもここに載せられて、でここにもまた荷物が載せられて、まあ、ここでまた長物行けますよね。まあ、今の時期だったらスキーなのかな。あのカタログにもスキー板が載ってます。だから言ってます。なので、こう長物が行けちゃいます。物干しさも行けます。買い物楽ですね。なので、この高ささえ調節ができれば、このボードでいろいろ調節ができちゃうので、荷物を積むときにはすごい楽な感じがします。で、これでこのままちょっとハリアーのラゲージもちょっと見てみましょうか。で、ハリアーも、ラゲージを見てみますけど、開きませんね。私ハンズフリーが苦手なんですよね。開いた開きました。これがもう苦手で、ようやく開きます。で、このハンズフリーパワーバックドア Z は標準装備しております。で、ヤリスクロスにも同じ機構をつけられます。オプションで、オプションにはなってしまうんですけど、ハンズフリーパワーバックはつけることができます。で、ハリアーですけど、まあでも十分、やっぱり幅があるんで、この車の方が。まあその分、全然にも、大きい荷物が詰められるのではないかなと思います。詰めるのではないかなと、感じですね。で、もちろん、椅子を倒したりすれば、長物も OK ですし、大きな荷物もいくつか積むことはできますね。まあタイヤもなんで、スタッドレスタイヤとか全然4つボンボンボンって簡単に積めるのではないかなと思います。まあその分ちょっと高さがないですけどね。ヤリスクロスの方が高さがありますね。そのボードが変えられるので、ハリアーはこのボードはくっついておりますけど、ハリアーにしかないのがこのバケツ。これ Z と G っていうグレードにはついてますけど、このバケツ便利です。この下はジャッキなんですけど、オプションでスペアタイヤ入ればスペアタイヤ入るんですけどね。で、これなんと移動ができちゃうと、しっかりはまります。で、そうするとスペアタイヤなしであれば、またここに荷室が若干あります。だから荷物がここにも入って、ここにも入って、で隠せて、その荷物も隠せて、ここにまた荷物が入ると。だからもう結構荷室は広いし、段階的にこれも使えて、いろんな荷物が詰めると思います。で、ハンズフリーなので、ちょっとハンズフリーで締めましょうか。うまくいくかな、うまくいかないな、うまくいかないな、手で締めましょうっていうこともできます。で、これはやっぱりハンズフリーパワーバックドア、かなり便利ですね。で、こっちはオプションで設定しております。今は手動です。イージークローザーが欲しいんですけどね。イージークローザーあればパコって閉めたらグッて閉まってくれるんですけどね、それがちょっとないですね。で、カメラさんに助手席にちょっと乗ってもらいたいと思います。私は運転席行きます。で、こちらは前も紹介しておりますが、こちらにディスプレイオーディオというものが入ってますね。で、ディスプレイオーディオなので、ナビの機能とかが全てオプション、エントリーナビキットとかオプションで付けるような形にはなりますね。ラジオは最初から使えます。
なのでどんどんアップデートして、こちらのディスプレイを使っていくような形にはなると思いますね。まあ、Bluetooth つないだり、今あの有線で、スマートフォンの映像を出したりとかアプリがあればできると思うので、それを使うこともできちゃいますね。ナビが入ってないとこんな感じで出ます。オーディオはこの中から最初選べるものですね、使えますね。でディスプレイオーディオが最初から装備されております。でトヨタ車さんはですね、いいですよね。この電動パーキングが、コグリードはついております。で、もちろんですね、ドライブに入れると勝手に電動の、サイドブレーキが降りると感じになりますね。でパーキング入れると勝手にやってくれます。なので乗り降りがすごく楽です。もう電動パーキング採用しているところもありますけど、カチカチやらないといけないところとかもありますし、ただトヨタさんは自動でこれがやってくれるというのでかなり楽ですね。でこれは全方位カメラがついてるとこのような感じになりますね。こう閉めてみるとあれですけど、今左側は開いてますけど、閉めてみてもこんなに全方位カメラで見やすくなります。もちろんハンドルが連動しておりますので、どちらにタイヤが向いてるかも一目瞭然ですね。なんだかんだ便利ですね、ついてると。電動ブレーキかなり楽ですね。で、あとは内装はこのような感じ。内装が賛否分かれますけど、茶色ですね。茶色。Z だとこのシートになりますね。かなりパンパンで乗り心地は良さそうなんですけどね。あとシートヒーターももちろんこのグレードだったらついてますけど、まあこの茶色をどう見るかでございます。ハリアにも茶色内装みたいのもありますけど、シート全部っていうわけではないので、ヤリスクロスだけZ だとこのシートになりますね。内装はぜひ見ていただきたいですね。では今度はハリアーですね。ハリアーもちょっと見てみましょうか。でハリアーは、外観は頭はこんな感じですね。顔はこんな感じで、これもまあ幾度となく紹介もしておりますので、割愛もしていきますが、LED ヘッドライトとフォグランプはもちろん、装備しておりますし、インテリジェントクリアランスソナーもしっかり装備しております。このハリアーのマークが、前のまでのマークがちょっとなくなっちゃってるっていうのが、結構悔やまれる声が多いですけど、これが今はトヨタのロゴに変わっておりますね。このクリアカバーの裏のこの線はハリア昔から残ってますね。もうこれは1台目からありますね。で、横に行ってみたいと思います。で、横に行くとこの高さの差は結構出てくるのかな。あと長さの差は出ますね。今白黒なんでね、膨張色ですからね、ちょっと大きい感じはしますけど、結構、ただ高さはですね、でも低くなりましたからね、ハリアーも。ちょっと前のハリアーがちょっと大きかった感じもありますけど、ちょっと低くなった感じはします。でもやっぱり綺麗ですね、作りが。綺麗にしっかりできております。ではこちらもまた内装を見てみたいと思いますので、助手席に乗っていただきますね。私は運転席に乗ります。ではハリアー乗ってみます。乗ってみました。よいしょ。まあ目に飛び込んでくるのはやっぱこれですよね。皆さん見ますよね、この大きいですね。これもディスプレイオーディオなんですが、 Z に標準装備されているものです。これもエンジンかけてみましょう。でこんな感じで大きいディスプレイがついております。で、テレビの視聴とかもできるんですけど、こうやってエアコンずらしたりとかいう機能が使えますね。で、またホームボタンで変えたりとかいうのもできちゃいます。ただですね、これ全部がナビの画面とかテレビになるかっていうとそうではないんですよね。このエアコン の操作とかオーディオとか、トリップのインフォメーションとかセッティングとかの設定のボタンがこっちに来ちゃいます。これは移動できますね。でこれがここにあるので、結局のところナビのサイズっていうのは
ヤリスクロスともう一緒ですね。でテレビのサイズも一緒になります。もう全部これがナビだったらなんだかんだ良かったんですけどね。でエアコンのボタンも結局ここにはあってすごい使いやすいのはいいですけど、エアコンのボタンここにありますからね。ここでエアコンの操作できちゃうので、まあここに作ったあれはちょっとよくわからないですけどね、ここで操作できちゃうのになぜかなっていうのはあります。でこんな感じで使えますね。で、あとは全部もうタッチパネルですね。もうチャンネルの変更であったりとかボリュームの変更も全部タッチパネルですね。であとはもちろんリモコン、リモコンで操作っていうのも全部できちゃいます。もう便利ですね今は。綺麗にできてますしね、コンソールが。で、もちろんですね、電動パーキングついてます。ドライブにするとパーキングが外れると、パーキングにするとこれが元に戻るという感じです。だからもうかなりやっぱり乗り降りが楽だと思いますね。であとは、全方位カメラが、こちらもつけることができます。 Z はオプションでつけることができるんですけど、この、シースルービューですけどね、このビュースイッチでこういう映像を出すことができます。かなり先進な感じですね。これがシースルービュー、ちょっと左開いてますけどね。これで確認して横も大丈夫かな。あ、私の靴ありますね。うん、大丈夫、じゃあ発信しようみたいなところで使えると思います。これ全方位カメラも便利ですね。で、おすすめポイントはまだありまして、こういうのもついてます。これはデジタルインナーミラーですね。でこれもついてますけど、なんとこれ Z と G は標準でついております。いや、これ標準で作ってすごいですね。これがもう標準でついてて、今までもアルファードもオプションですし、他のミニバンたちも電子インナーミラーはオプションだったんですけど、まあこれが標準でしっかりつきました。なんとドライブレコーダーの機能もあるようですね。画質が悪いという話をよく聞くんですけども、まあしっかりこれはついてますからね。 SD カード入れて録画することができちゃいます。まあ乗り心地の良さはご紹介している通りですね。私たち新車館のチャンネルでご紹介している通りですね。電動で動きます。電動で動いて、まあこの後これは合皮ですけどね、レザーパッケージじゃない方ですけど、もうすごいもう最上級のファブリックって感じですよ。いい感じですね。でブラック内装ですね。茶色内装はドアトリムとかここが変わったりしますけどね、これはブラックの内装でご用意してます。で、いうのがついてますから結構便利ですね。これはいいですよ、いろいろついてます。で、あとはこっちかな、ディスプレイオーディオ最初慣れるのが時間かかるかもしれないですけどね、でも慣れると使いやすいですよ。便利です、見やすいですしね。これだけ大きければ見やすいですよね。うん、すごい見やすい。で、シートも良かったですけど、まあ、乗った感じの高さに関してはまあヤリスクロスでも結構広いのかなって思います。なので確かにこの質感の良さはありますけどね、乗った感じで言うとヤリスクロスの方が広さとかその窓の感じとかは、ね、まあ、全然あっちの方が見やすいかなっていうのはちょっとありますね、うん、これはちょっと乗ってみないと分かんないかもしれないですね。でもただこれは選ぶ一つのあれかもしれないですね。ただこちらもハリアーの Z で、どっちも Z のガソリンという方でご紹介しましたけど、やっぱ安全装備だったり、快適装備だったりはもう抜群ですね。もうついてるもんついてますから、このグレードでさっき言った全方位モニターとムーンルーフだけつけていただいて、かなりいいものができるんじゃないですか。他にもあとつけるものなんてないですからね。 ETC も最初からついてますし、この T コネクトナビが入って、ディスプレイオーディオが入ってますから、 T コネクトナビが入っておりますから、テレビも最初から見れるし、 ETC もついてるし、いろんなものが最初からもついてます。ヤリスクロスはその分ディスプレイオーディオに8インチのものになるので、これにエントリーナビキットだったりとか ETC とかをまたつけていくような形になりますかね。
ただですね、やっぱり値段差がまあまああります。あのヤリスクロスはあのカタログでこの Z のガソリンは221万円という形で出してます。で、ただハリアーはですね、393万円くらいします。 Z であのガソリンでになりますので、まあまあやっぱり値段差があるな、170万くらいあるって考えるとちょうどいいサイズはなんだかんだこっちっていうのはありますね。ただあの一歩前へ行きたい、あのおすすめは、まあ、かなりこのハリアーもおすすめできるのではないかなと思います。もうでも並べてみると、まあ、どちらもかっこいい車作りましたね。トヨタもあのいい感じですね。ヤリスクロスも人気みたいで、ハリアーももちろん人気は続いておりますけど、どちらもあの納期がむちゃくちゃかかってるお車でございます。なので、だいたい何ヶ月、3ヶ月、4ヶ月あのもっとかかってくると思いますね。まあ、ものによってはどんどんあの納期もあの変わってはきてますけど、遅れてきがちなものではありますので、ぜひこの2台ですね、あのお選びいただく場合は、まあ、早め早めの方がいいと思います。あの納期がかかるから諦めようっていうのはやっぱりもったいないです。結構いい装備ついてますから、どちらも。なのであのぜひ選んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日はこちらのヤリスクロスの Z と、ハリアの Z、あのガソリン車ですね、どちらもこちらご紹介をさせていただきました。ぜひぜひあのまたご来店いただいて、内装など、まあ、乗り心地など確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。